阿部マリア、夫岡山へ行ったことのある人は誰でも町の最も賑やかな中心にある京橋を知っているだろうこれは岡山の町を避けて蛇のように迂回して 東側を流れる旭川にのか,かっが広い橋でその橋の雑然とした汚れない川岸てくる戸内海から慌ってくる慌てて船と帆船て発動慌てて所狭いほど停泊して自動車や電車の音がひっきりなしてくるてくる慌ただしいるころだ。ある冬の夜くけ、慌人の青年がこの橋の欄干に持たれて 川岸のニ二リアから漏れる伝統の光や黒い顔面に映る船の明かりなどを落ち着きのない目つきで見回していた年の頃は256生まれつき細表なのに青白い方がげっそり落ち込むんで時々欄干から下を向いて5本5本苦しげにせくのでどんな病気を持っているのかは誰にでもすぐにわかる。 頭には鳥打ち棒を無造作にかぶり水分が着るような腰のところまで来る二重ボタンのハンオーバーを着て寒いためか顔を隠すためかその襟を立てて頬骨の辺りまで埋めていた彼は岡山の土地を踏むのは今夜が初めてなのである東京からまっすぐに汽車に乗るとことによると警官の手につかまるかもしれぬと思ったので 横浜から神戸までは欧州航路の船、神戸から岡山までは内海通いの小城汽船ということさら回りくどい道を選んでたった今京橋の下へ着いたばかりのところであるだが岡山まで落ち延びた彼のポケットには7,000の金しか残っていなかったその上街灯は着ていても橋の上の夜風は遠慮なく骨身に染みて 長い間船に揺られたので頭が妙に重く生も根も突き果てて今にも目がくらみそうだったはるばるこの町まで彼が逃げてきたのは別にあて度があったわけではないただ親もきょうだいもない彼の亡くなった母が若い頃にこの町に住んでいたということを聞いていたので漠然と流れ込んできたまでである。 母の故郷というからには探したら遠い親戚ぐらいはどこかにあるのであろうがどうしたものか生きていた頃の母は親族のことを話して聞かせたこともないしそれらしいところから手紙が来た様子もなかったこの母に関する彼の記憶は東京のバスへの煙草屋の2階に間借りして2人きりでささやかな暮らしをした折のことばかりだがその 天にも地にもたった一人の母親は彼が中学の3年の時に病気を患って死んでしまったそれからの彼は大波にもてあそばれる木の葉のようにある時は酒屋の御用聞きとなりある時は自動車の運転手となりある時は料理店の給仕となりどこにもひと月と腰を落ち着けることなく転々と居所を変わりその間に まずある大きい店先からソーセージを一本盗んだのを手始めにだんだん味を覚えて近頃では窃盗を常習のように犯しているのだが不思議にも今まで一度だって警官のお世話になったことがなかっただが今度ばかりは彼も東京という深い淵の底にナマズのように安穏と潜んでいることはできなかった というのはじめから殺す気では決してなかったのだがその場合の勢いでつい大変な結果となってしまったもちろん用心深い彼のことだから後にヘマな手がかりは残さなかったつもりだがさすが人間一人殺しては不安にならずにいられなかったそれに彼はこれを機会に 今までの綱渡りのような危ない生活からきれいに足を洗って新しい生涯に入りたかったそれには今までの友達や環境から遠のく必要があったといって生まれて以来東京よりほかに一度も外に足を踏み出したことがないのでこうした場合に逃げ出し得るところとではまず母が昔社官をしていたという女学校のある 岡山の町よりほかに思い浮かばなかっただが母がこの世の楽園のように話していた町へ来ても運命の神が両手を広げて彼を迎えてくれるわけではなかった彼はこの町へ着いて1時間とたたないうちに自分にとっては見知らぬ土地へわざわざ苦しい旅をしてきたことを後悔した7千の金では 暖かい寝床はもとより夕食をとることすらできなかった夜更けの橋の上には寒い風が吹いて空は今にも雪かあられが降り出しそうに曇っていた自分では汚れた過去のページをめくって新しい生活の第一歩を踏み出したいのだけれど世間がそれを許してくれるだろうかしばらくすると彼は橋の欄干を離れ った両手を二三度強くもんで街灯のポケットに押し込みそれからあてどもなくまだ明るい明かりのついた町の方へ歩き始めたかなり遅くはあったが行き来の人の足はしげかった橋のたもとの交番に巡査が立っている彼はわざと遠回りしてそれでも不自然でないように注意しながら 広い道の反対の側を通り抜けた2それから30分ばかり経った後の彼はある大きい料理店のストーブのそばに腰をかけて時々激しく咳き込んでいた見渡したところ広い料理店のたくさんのテーブルはガラ空きで ただ隅の方に2人連れのお客が向き合って座っているばかりだったどんなに金に不自由している時でもぜいたくなお酒とおいしい食事なしにはいられぬ彼だったまた実際これまでは上手に通り抜けてあとから思えばあのように休泊していてどうしてあんなぜいたくな食事ができたんだろうと不思議に思われるぐらいだったまずいつもの ソーーーー、ダ水で割ったジョニーウォーカーそれが干からびて石のように固まった口を割ってグーっと食堂を降りるとピリピリ痛むほど腹綿にしみ渡って今まで冬眠を続けていた全身の器官が急に猛烈な活動を始め出した温かそうな湯気の立つスープの次には息きのいい茹でたヒラメだなるほど。 これが岡山の魚か。岡山の魚はおいしいと母が口癖のように言っていた彼は食事の間にちびりちびり酒を飲みながら考えた自分はこれから何をしようどこへ行こうこれは船の中でも終始考え続けた問題だだが いつまでたっても解決のつかぬ問題だった。のローストが澄んで子牛の肉の焼いたのをボーイが持ってきた頃にはもういいかげんに酔っ払ってすっかり食欲を失っていたこのぐらいの食事の分量で食欲を失うのは珍しいことだどうも動悸が激しくて鉄板で押しつけられるように胸が苦しいなぜだろう 酒が過ぎたのだろうふな酔いのあとの疲労がまだ回復しないのだろうか」とまた激しいせきの発作に襲われて目の先が真っ暗になったと思うと胸を絞るような苦痛を感じてストーブのそばにべっとり赤い血を吐いた「どうなさいました?」こう言いながら 白服のボーイがそばに寄って背をなでたええな何でもないでも何何でもないんだ船が船が悪かったんだ船に揺られて疲れたもんだから水でも持ってまいりましょうかうんありがとうそれからね君 ちょっと主人を呼んできてくれない。すまないけど。承知しました。しばらくすると、コップに水を入れたのを持ったキュが、スコッチの背びろを着た、色の浅黒いでっぷり太った主人を連れてきた。どうこうかお悪いんですか。困ったことになっちゃった。財布を持ってきたつもりだったんだが、 探して見当たらないんでし主人は、もうこの手には慣れているといったような目つきでしばらく冷然と青年の風亭を眺めていたがと青年はため息つきながらコップの水を飲み干して立ち上がりズボンのポケットから金時計を取り出してそれが。 遠いんですよ。明日の朝金を払いに来ますからね。すまないがそれまでこの時計を預かっておいてくれませんか主人は大きい手を伸ばし女持ちらしい細い鎖のついた旧式の金時計を受け取って明かりにかざして眺めいった時計の裏には細かく彫刻した唐草模様が魚の目のように光る3つの小さいダイヤを抱いている やがて主人は皮肉な微笑を浮かべて黙ってチロリと青年の顔を見たどうです。そうしてくれませんか。と青年が重ねて哀願するように言ったしかたがないじゃあ明日までこの時計をお預かりしときましょう主人はこう言い捨てると 時計を自分のポケットにしまい、のそのそ帳場の方へ歩いて行きかけたが。帳場の近くのテーブルの上に新聞紙が乱雑に取り散らかしてあるのを見つけると、そのテーブルの前へどっかと腰を下ろして新聞を取り上げた。新聞。そうだ。新聞にはどんな記事が出ているのだろう？自分は新聞を見るのが怖いので。 まだ東京を出てから一度も見ないでいでるが、あれにどんなことが書いてあるんだろうあの豚のような亭主はなぜ時計を見ると黙って笑ったのだ彼はガラス戸を開けると逃げるように寒い子外へ出た胸がドキドキ波打って今にも心臓が破裂しそうだった 君の悪い微笑を浮かべた主人に対する憎悪と無別が炎のように彼の胸の中で燃えたとにかくもうこの町にはいられない明日はそうだ明日は時計はあのままにしてこの町を逃げ出そう人通りの絶えた寂しい町の街灯が背しのように首を縮めて歩く 彼の醜い影法師をした。3. 天主教のコーラン女学校を建てたのはマドモアゼル・ミシェレイというフランスの夫人だった今年70何歳になるかの女をみんなが母と呼んでいただが1週間ばかり前から彼女が旅行に出て留守だったので。 若い日本の女の副社官が夜だけその部屋に寝起きをしていた日が暮れるとともに急に気温が下がって荒い風が礼拝堂や校舎を吹きまくって怒涛のようなうなりを立て始めた若い副社官はいつもより早く窓の鎧戸を閉めてベッドの中に入ったミシェレーの部屋の鳩時計が1時を報ずるとその建物の下の方に セムシのように肩をすぼめた黒い影奉仕が現れた彼は魔人間になるつもりでこの町へ来たが料理店の主人に時計を怪しまれたのでこの町にいるのが怖くなったそして町を出るためにはいくらかの金がいったその金は明日の朝までに作らねばならぬ とところが彼には、はじっっしていてい金のできるではなかった。覚えのある夜の冒険をするより他に道がなかったその冒険の場所として彼がこの建物を選んだのは死んだ母が昔ここに勤めていたという記憶が不思議な魅力を持って彼の心を引きずったからであるそこから見ただけでもフランス風の腰折れ屋根から 観音開きの鎧戸のある2階の窓が静かにのぞいているこの建物は暖かくて柔らかい優雅な曲線を持っていて同じ校内でも他の冷たい直線からできた校舎や礼拝堂や寄宿舎とはすっかり違った家らしいものを持っていたそれはつまり盗むに足るべきいくらかの金が隠されているということを意味しているのだ 彼は壁にぴったり寄り添うたまましばらく辺りの様子を見回したこんなことにかけて恐ろしく直感の発達した彼はちょっと外から見ただけでどこにどんな部屋がありどんな階段がありどこの窓に戸締まりがしていないというようなことがすぐに分かったで一通り様子を探ると靴を脱ぎ捨ててそばの鉄柵を乗り越え 高い石垣の上をカニのように横に張って建物の側面の崖の上の窓口へ回った彼が想像したとおりその窓には戸締まりがしてなくてガラスの上げ下ろし窓もわけもなく外から開いたそれを開ける時多少は音がしたかもしれぬがそれは激しい風のうなり声にかき消されてしまったたとえ 風のうなり声にかき消されなかったとしても彼は2階付きの純粋の洋館には決して絵画に寝室がないということをよく知っていた仮に絵画に誰か寝ているとしてもそれは物音に割合鈍感な夜分は必ずぐっすり寝込む召使いに過ぎないのだから心配するには及ばない彼が入ったところは廊下だった明かりは一つもついていないが 窓から差し込むほの暗い明かりを頼りに56軒進むと手すりのついた大きな階段があった彼は靴下を履いた足でその階段の真ん中の敷物を踏んで一段一段と上っていった2階は真っ暗ださあいよいよ最後の土壇場へ来た彼は毛糸の手袋をはめた両手や 靴下をはいた両足を昆虫の触覚のように動かした全身が神経になったとんまな身動きをして植木鉢を落としてはならぬやがて彼の手が一つのドアを探り当てた長い時間かかって少しずつ取っ手を回しそれが動かなくなった時静かに引っ張ると彼の想像通り掛け金はかけてなくて いささかも音を立てずに扉が開いた部屋の中は暗くて何も目に入らぬどこかに窓があるに違いないのだが外から見た様子では鎧のが閉めてあるしそれに内部にはおそらくブラインドや厚い窓掛けが引いてあるのだろうから明かりが差し込まないのに不思議はないのだ彼は戸口に立ったまま もしやいびきでも聞こえはせぬかと耳を澄ましたが風の音が激しいのでよく聞こえぬただ闇の中で時計がコチコチ鳴った時計がかかっているのだから誰かの寝室には違いないとにかく伝統をつけねばならぬ伝統をつけたら目を覚ましはしないだろうか何構うものか めを覚まししたら優しくやくなだてればいい騒いだら担当を突き出すまでだどうせ一人の人間を殺した自分ではないか一人を殺すも二人を殺すも同じことではないか人間というものは切羽詰まったら自分に都合のいい理屈をつけて元気を出すものだ彼は扉のそばを探って電気のスイッチをひねった とたちまちま部屋のの中に昼のような明かりが流れた10畳ぐらいの広さの部屋の片隅には大きい鏡のついた化粧段ス全身が映るぐらいの姿見のついた洋段ス高価なキレを張った安楽椅子床には厚い絨毯を敷き詰めて向こうの壁際には今は日本でもあまり見られぬ古風な彫刻のある妙に重苦しいベッドが置いてあって そこに一人の若い女が眠っている彼は部屋の主が女であることを知っても別に意外には感じなかったいや明らかに意識はしなかったもののこの建物の中に男がいようなどとは初めから考えていなかった自分では気づかずにいたかもしれぬがこの朦朧とした予感も あるいは彼をここまで引きずった理由の一つだったのかもしれないのである彼は静かにベッドのそばへ近づいた誰が描いたか知らぬがベッドの上には大きなマリアの油絵がかかっている彼はベッドの上の女を眺めた柔らかい羽布団の中の体をエビのように曲げて血色のいい横顔を 雪のように白い大きな枕に沈ませている女が軽く息をするごとに胸の辺りの羽布団がかすかに波のように高くなったり低くなったりするなんという安らかな眠りだ恐ろしい男がそばに立っていることも知らずにどんな夢を見ているんだろう彼はこの家へ忍び込んだ目的もしばらくは忘れて ぼんやり女を見入っていた。生まれてから一度もおしろいをつけたことのないような艶のある皮膚は太陽に熟れた果物みたいに薄い褐色をして細かい白い産毛のある肉つきのいい頬の辺りにはかすかな赤みがさしている濁りきった彼の胸にふと新しい欲望が兆し始めた「この女を自由にする方法はないだろうか」 揺り起こしたら凶きのようになって悲鳴を上げるだろうか隣の部屋に誰かいるだろうか口を押さえて悲鳴を止めてその間に女をなだめることができるだろうかそれとも怖さの大あまり案外抵抗しないだろうかいずれにせよまず扉を閉めておかねばならぬ彼はそっとベッドのそばを離れ 静かに扉を閉めて内側から心中の掛け金をかけただが掛け金をかける時またこの部屋へ忍び込んだ目的を思い出した「女を起こせばどんな結果になるか知れぬ盗めるだけのものは先に盗んでおいた方がいい」彼はベッドサイドテーブルの上にあった財布を取って中をのぞいてみた「50銭銀貨が何枚か入っている」 これだけでは仕方がない。どこかにまだ紙幣が隠してあるに違いない彼はその財布を街灯のポケットにしまうと化粧ダンスの前に立ったもう彼はすっかり落ち着いていた息を殺して鏡の下の右の小引き出しを開けてみたら中には化粧道具ばかり入っていたチェッ次に左の小引き出しを開けてみたら デイリ商人の受け取りのようなものばかり詰まっていたこれでは仕方がない今度は台の下の4つのタンスの引き出しの中の一番上の取っ手に両手をかけてそっと音がせぬように八分通り引き開けた風の音が激しかったのは彼のために幸いだったと言わねばならぬタンスの中には衣類がたくさん入っている その隅の方に大きい木箱が一つ見つかったそれを取り出して蓋を開けてみたら尻尾の花瓶が出てきたこんなものを盗んで何になる紙に包んだ紙幣はないか時計はないか指輪はないかタンスの底から23冊の古びた薄っぺらな書物を取りのけると一番下から封筒のようなものが出てきた し急いでそれを取り上げて明かりに照らしてみると不思議なことに彼の母の名が書いてある彼は自分の目を疑っただがよく見るとそれは母からミシェレーに宛てて送った古い古い手紙で色の冷めた粗末な核封筒の表にはちゃんと切手や消し印まで残っているなんだバカらしい 母のののの古い手紙がが、この家にあるのがなんで不思議なのだ。彼はそれをタンスにしまおうかと思ったがふとまた好奇心を起こして中身を抜き出してみた薄い養鶏紙を広げると確かに母が書いたに違いない親しみのある細かい字が出てきた彼は絨毯の上に座ってそれを読み始めた 「それにはこう書いてあった私の尊敬するミシェレイ様誰にも断らないで不意に私が学校を去りましたことを定めし不思議におぼしめしてございましょうごめんくださいでもあの時は誰にも訳を話す気になれなかったのです今でも話す気にはなれません これは一番親しい友達にも親戚のものにも話さないでいつまでも私の秘密として胸の中にしまっておくつもりですけれどもいろいろお世話になりました先生は私にとっては神様の次の人です神様に打ち明けたと同じように先生にだけはどうしても打ち明けなければなりませんどうか 他の人には話ささないいでくださいませ。去年の1月13日の寒い夜のことでした私が一人車間室に寝ていましたら何時頃でしたでしょう1時か2時だったでしょうなんだか部屋の中で妙な物音がするのでふと目を覚ましてみましたらいつの間にか部屋に赤赤と電灯が灯って ベッドのそばに泥棒が立っていました。黒い布で放火ムリをしていますので詳しいことはわかりませんが、その男は年の頃四十ぐらいで口の周りに短いひげを生やした鋭い目、恐ろしい顔の男で紺色の着物の裾を絡げて立っていました。私の目がはっきり覚めて。 その男が泥棒なことがわかりますと同時にその男は懐から担当を出して私の目の前に突きつけて「声を立てたら命はないぞ」と言いましたまた仮に声を立てたとしましても先生のお部屋と私の部屋との間には広い図書館や厚い扉がありますしまた 先生もお休みの最中ですから、すぐには聞こえなかったかもしれないのです。私は刃物を見ると同時に。きゃっと低くうめきまして、頭から毛布をかぶりました。するとその男は毛布を払いのけて。いくらでもいいから金を出せと言いました。で、私はベッドから降りてご縁ばかり入った財布を出して。 これをあげますから、早く帰ってくださいと言いました。けれども泥棒はブツブツ言って出て行きません。それかといって、私が大声を上げるなら、すぐにも刃物を振り上げそうな剣幕でした。この場合、私がすがりうるものが神様より他にございましたでしょうか？私はベッドのそばにひざまずいてお祈りを始めました。 ところが何という恐ろしいことでしょうこれからの恐ろしい出来事をどう先生に申し上げたらいいでしょう私は泥棒に体をけがされましたこの恥ずかしい秘密は誰にも話す勇気がないのですけれどこの夜の恐ろしい出来事と私が先生の学校を去りました理由とは どんな恥ずかしいことであるにしても先生にだけはお隠しするのは悪いと気づきましたので今になって私は先生の前にひざまずいて涙ながらにおわびいたしますどうかあの夜の私の過ちをお許しくださいそれから今まで黙っていたことをお許しください私は この恥ずかしい悩みを抱いたまま四か月の間先生の学校にいました。けれども神様が私におくえになった試練はそれだけではございませんでした。四か月目に私はけがらわしい泥棒の種を宿していることに気づきました。これに気づいた時の私の恐れは、 1>, 1月13日のおそれに比べますと頂点に達するまでには長い時間がかかりましたけれど一度頂点に達しますと絶望のどん底に沈みましてとてもいても立ってもいられぬほど激しゅうございました毎日のようにひとけない礼拝堂の製造の前で涙ながらにお祈りをしましたそして まのしえをいました。それからしばらくたちまして5月の末の日曜日皆様がミサに集っていらっしゃる間に風呂敷包みを一つ持ってこっそり学校を出ましたそして東京にまいりましたそして11月に男の子を産みましたその子がもう4か月になります はじめは汚らわしい罪人の子だと思いましてどうしても純粋の愛情ばかりは持てませんでしたが次第にかわいくなってまいりました悪い星のもとに生まれた不運な子だと思いますとひとしおいとしくなりますこの子をかわいがるのは悪いことでしょうか私は神様もきっとこの子をかわいがるのを許してくださると思います それからまた私はどんな罪人であろうとこの子の父を憎むまいと努めていますそれに成功すればいいがと念じています今の私のたった一つの願いはこの子を立派に育て上げることですそれが私の前途に残されたたった一つのともし火です毎日のように 先生や学校のことを思い出しています。やぶんふと目が覚めた折りなぞ、毎朝6時になったあの朗らかな懐かしい時計台の鐘の音が耳についてしかたがございません。陰ながら先生のご健康を祈っています。私の今の住所は書きませんけれど、お許しくださいませ。 この手紙を読み終わると彼は石のように硬くなって宙を見つめた真っ青な顔になって目を大きく見開き唇の辺りに狂人のような微笑を浮かべた鉄棒でガンと頭を殴られたような気がしたあまり不思議な運命になんだか悪い夢でも見ているような気もしたそうか 俺は泥棒のの子だったのか。生まれた時から罪人の血を受けていたのか暴行によって生まれた子なのか今まで運命に反抗して正しい生活に帰ろうと誓いながらいつもそれに敗れていたのは俺の体の中に泥棒の血が流れていたからか狼の子が野原を慕うようなものだったのか それにしても遺伝の力は何という恐ろしいものだろう父がこの家へ忍び込んだと同じように自分が今夜この家へ忍び込んだのはなんという恐ろしい運命の皮肉だ人間の細胞の記憶はなんというしつこさを持っているのだ彼はなんだかいつもは物陰に隠れて姿を見せないけれど時々姿をちらと見せるところの ある恐ろしい厳かな不可向の力を持ったあるものの姿を静止したような気がしてぞっと戦んせずにいられなかったそのものの前では自分が猛獣の前のネズミほどの力もないことを感じた彼は2516年前に母が書いた手紙を封筒に入れそれを元通りタンスの一番底にしまうと その上に書物や木箱を置き大きい引き出しや小さい引き出しをちゃんと閉めたそれから盗んだ財布をポケットから出して枕元のテーブルの上に置いた「さあこれでいいこうしておけば自分が来たことがわかる心配はない」もう彼は盗む意思をすっかり失っていた しするならしてもいいと思った。それは今まで正しい人だと思い込んでいた父が泥棒であることを知ったからだ自分が盗みをするのは体の中に流れている濁った血のせいだということを知ったからだそれは例えて言えばここに2人の人間をそばから巧妙に喧嘩をさせるように仕向けても その二人がふとした動機からそばのもののからくりを知るとともに急に興奮から覚めて争うのをばからしく思うに至るのと同じであった彼は戦律すべき運命のからくりを一時でも早く逃れたかった一時も早くこの部屋から逃げ出したかった部屋の中にいるのがただわけもなく恐ろしかったたとえどこかでのたれ死にするとも 母の子ととして死にたいと思った。い思っ彼はベッドの上の女やその上にかかった聖母の油絵や鏡のある化粧台などに最後の一別をくれたそれから静かに扉に近づいてスイッチをひねって電灯を消したそして暗い廊下へ出た5 あれほどたけり狂っていた外の風はいつの間にかやんだと見えて建物の中は針一本落としても響くほど静まり返っていた彼は息を殺して一足ずつ階段を下りただが階段の途中まで来ると心の激動と体の疲労とのためにもう足が一歩も動かないような気がした膝頭の力が抜けて今にもよろめきそうになった で彼は階段の真ん中に腰掛けて両手で頬杖をついた顎がブルブル震えたそれを止めようとしてもどうしても止まらなかった時々氷のようなおかんがぞっと背筋を走ったただわけもなく泣きたい気分だった泣くだけ泣いたら気が静まるだろうと思ったが神経が麻痺してしまって 泣こうにも涙が出なかった。頭が石のように硬くなって考える力を失っていたただむやみに母が恋しかった定めしこの階段を母が何度も上ったり下りたりしただろうと思ったと闇の中に母の幻が現れた母の幻は永遠の像のごとく薄暗い伝統のもとに座って 編み物をしている。この母が出し抜けにこちらを向いて「お前もう遅いからお休み」と優しい声で言うそばの畳の上に腹ばいになって台数をしていた中学生の彼は教科書とノートをしまって温かい布団の中に入る布団の中に入ってもまだ彼は眠気な目を細く見開いて 母の方を見つめているふと彼はせきをしたい衝動を感じて我に返った「ここでせいたら2階へ聞こえるそしたら大変なことになる」「ぐずぐずしてはいられない早く外へ出よう」「また彼は階段を降り始めた下へ降りたら廊下の突き当たりの窓から外の薄明かりが差し込んでいるのが見えたのでその方へ歩いて行った」 窓は開いいたた。ままになっていた彼はするりと窓からはい出すと両足を石垣の隙間にかけて片手でしっかりと窓枠にしがみついたまま他の片手で静かにガラス戸を下ろしたそして三尺ばかり下りると石垣を横に伝い始めた六 外には風がやんで雪がちらちら降っていたセメントで固めた石垣の上べりと建物との間に5寸ほどの平面が続いていた彼はその上べりに両手をかけ足で石垣の隙間を探りながら進んだだが石垣の隙間もセメントで詰めてあったのでほんの足の指をかけるぐらいのくぼみしかなかっただから全身の重みは、 ほとんど両手にかかっっているようなものだった。ところがその両手にもう力がなかった来る時には張りも元気もあったが帰る時には心も体も綿のように疲れていた凍った手の指の一本一本がけいれんするように震えた石垣の下の方から水の流れる音が聞こえた胸の動機が 早鐘のように激しく打った。慌ててはならぬ手を外したら最後だ雪は悔やみなく闇の中を降り続ける耳がじんじんなって全身の血が逆流するような気がした彼は気を鎮めるために口の中で「グノ能のアベマリア」を歌った「アベマリア」「高く優しき聖なる母よ」 我が祈り聞きませ、悲しみの日も苦しみの日も我を慰め守りたまえこれは子守歌のように彼が母から聞かされた歌であった誰でも歌の一つ一つにそれを覚えた頃の思い出を持ったものだがこの美しい愛情のある高画な歌は彼の心の中ではいつも 死んだ母の記憶と一つに溶け合っていた「サンタマリアサンタマリアマリア我泣く時恐れる時名が祈りの助け与えたまえ」たちまちどこからさしてくるともなき光線で彼の目の前がぼーっと明るくなったと思うとそれは 聖母マリアのたであった耳は柔らかい衣をつけふさふさした頭の後ろから金色の五香がさん然とさして辺りには虹の七色に彩られた雲がふわふわと立ちこめているだがよく聖母の顔を見つめているとそれは優しい彼の母の笑顔でじっと慈愛に満ちた目を据えて 招くように彼を見つめている「お母さん」こう彼が呼んだすると彼の母は優しい声で「お前こんなところで何をしているのださあお母さんと一緒にこちらへおいで」背に白鳥のような白い翼のある2人の天使が現れて 両方から彼の手を取って歩き出した細い道の両側にはバラや白百合や名も知らぬきれいな花が咲き乱れ辺りの空気はそれらの花の香りに満たされているお母さんどこへ行くんですどこでもいいからついておいでお母さんの住んでいるところは悲しみもなければ苦しみもない 楽しいところだ。そこで2人いつまでも暮らすのだ」と魂の去った彼のなきがが大きな石のように暗い石垣の上をゴロゴロと転んで落ちた翌朝 暁を破った六時の鐘が鳴り渡った時にも礼拝堂の高い金の十字架のあたりから白い雪がひひとして降っていた鈴芽のように快活な寄宿舎の生徒たちは鉄柵のそばに鈴なりに寄り集まって石垣下の汚い香炉描写の死体を眺めただがその男が なぜはるばるこんなところに死に場所を求めてきたのかということはもとより彼が死に際に見た美しい幻を知る者は一人もなかった。